はい、今日はですね、Facebook ライブということで、カスタマ令和で、おなじみのですね、Facebook ライブということで、カスタマ令和で、音を消してください。いけますか？音を消してください。あれ？あれ？いえ、吉野先生のこっちの音を消してしまうと聞こえなくなるので、どうしたらいい？吉野先生もう Facebook 閉じてくださって結構です。はい。どうしたらいい？Facebook 行けましたか？はい。あ、行けました。はい。まあそんな形でですね、吉野先生をお招きしまして、カスタム令和の、今までは Zoom の勉強会ということでやっておりまして、クローズでお話をさせていただいてました。で、今回はもう誰でも聞いていただくということで、やっておりますので、今までのカスタマの、開発秘話であったり、また潜在意識ってどういうふうに使えたらいいんだとかですね、逆に私、今最近の情勢の不安感っていうのがやっぱり世の中はびこってますので、それをカスタマでどういうふうに解消したらいいかとかですね、私が質問しながらかつ先生にお話を、していただくというような形式でやりたいと思います。で、今日は吉野先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それとですね、いつもカスタマ令和のではお世話になっております、うちの仕入れ先の本物研究所の浜崎さんの方にも登壇をしていただいております。今日はよろしくお願いします。はい、お世話になります。よろしくお願いします。はい、それでは先生、もう初めてよろしいですかね。はい、どうぞ。はい、それではちょっとまだ全くカスタマっていうことについて知らない方もいらっしゃるんで、歴史ですね、カスタマができるまでの歴史というか、先生の歴史というか、そのあたりをちょっと教えてもらいたいんですけど。はい。じゃあ、パワーポイント使いながらお話をさせていただきます。はい、はい、お願いします。映ってます、ちゃんと。はい、大丈夫です。カスタマ令和の誕生ということですが、こちらがカスタマ令和ですね。で、おととしですね、2020年の7月に、本物研究所さんから発売をしていただいたんですけども、この装置ですね、はい、この装置が、開発される、に至った経緯をお話をしたいと思いますが、今からですね、これ26年って書いてますが、もう27年前になりました。これ先生ですか？はい、左側が私ですね。若いですね。はい、まだ30代ですね。はい、はい、で右側が、江本勝先生なんですけども、この写真はですね、江本先生のところで波動測定の研修を受けまして、でその卒業の時の記念写真として写しました。はい、で この時に、波動測定を教わりまして、で研修が終わってから、波動のサロンを開いたんですね。でもうそれ以来ずっと、波動測定、波動カウンセリングと呼んでますが、その仕事を続けております。で今現在もその仕事は続けておりまして、今は東京の練馬の方にサロンを開きまして、それで毎日お客様のカウンセリングをしてるんですけども、こんな感じでですね、測定をしております。
ちょっといいですか、先生。はい。波動測定っていうのは どういうふうなことなんですか。ちょっと全く知らない方がいるんですけど、波動を測定するっていう、はい、そのあたりもちょっとお聞かせいただきたいんですが。はい。ですね、でまあ、今使ってる、私が使ってる装置は、この KTS Pro というあの波動測定器を使ってるんですけども、でまあ、波動の測定って、まあ、あらゆるも の波動がありますから、いろんな測定ができるんですけども、私が行ってるのは、人間の波動の測定ですね。でまあ、私のところに見られるお客様はですね、もうさまざまな悩み事や問題を抱えておりまして、でその問題をですね、なんとか解消したいということで相談に見られるわけなんです。で、まあ、一番多いのは、まあ、体の不調を良くしたいという人が多いんですけども、まあ、それ以外にですね、人間関係で悩んでいたり、経済的な問題で悩んでいたり、あと仕事の問題で悩んでいたりとかですね、まあ、いろんな問題を抱えている人がいるんですが、そういう方たちの問題を解消するためにその方の波動を測定するわけですね。で、人の波動の測定って言ってもですね、まあ、波動っていうのは目に見えないエネルギーの総称なんですが、肉体に近い領域の波動からですね、もっともっと深いその人の潜在意識の、深い領域の波動まで、幅があるんですよ。で、どの領域にアプローチするのかっていうのが、まあ、重要なんですけども、まあ、私の場合は、肉体に近い波動の領域から測定を始めて、どこに波動の乱れがあるのか、でその、まあ、肉体レベルの波動の乱れをまず探しまして、でその乱れを作っている原因の、毒素とかですね電磁波とかそういった原因の波動を調べて、でそれらの毒素や電磁波を引き寄せているマイナスの感情の波動を調べるわけですね。で波動っていうのはすべて共鳴によって成り立ってますので、ネガティブな感情を溜め込んでるとネガティブなエネルギーを引き寄せてしまうんですよ。なのでそういう順番に波動の測定をしていって、原因を調べていくんですが、そのマイナスの感情が根本原因かというと、まだまだ深いところの情報があるんですね。昔は病は気からという、まあ、言葉のようにですね、その人の、病気の原因はその人自身が作って溜め込んだマイナスの感情が、原因であるというふうに考えていたんですけども、でもじゃあその人がなぜそのようなマイナスの感情、例えば怒りの感情を、まあ、溜め込んで肝臓の乱れが生じて体調不良になってたとしたときに、その人がなぜその怒りの感情をそんなに作って溜め込んでるのかという理由があるわけですね。それがもっともっと潜在意識の深い領域にある、まあ、カルマの情報と呼んでおりますが、まあ、恨みとかですね、怒りとか、あとはまあ敵対心とかですね、そういったカルマの情報が潜在意識の深いところに記憶されているために、その人が怒りっぽい性格になっているとということが分かってくるわけですね。でそのカルマの情報をなぜその人が持っているのかという理由がまだその先にあるわけなんですよ。でそれがまあ家系のカルマだったとしたときに、まあ、お父さんも怒りっぽかった、おじいさんも怒りっぽかったと、まあ、父方の家系のカルマとして、受け取った情報であるという場合もありますし、その人のまあ前世で、非常にも怒りっぽい、性格の人物で周りの人にものすごい迷惑をかけた、そういうマイナスのカルマを自分が前世で作っていたんだと
いう場合もあります。はい、まあ、そういうところまで波動測定で調べて、それらの波動の乱れを解消していくサポート水としての、まあ、波動水を作るという、そういうことを行っているわけですね。はい。そんな感じでよろしいでしょうか。ああ。で、その波動をどういうんですかね。あ、ちょっとごめんなさい。レコーディングするの忘れてました。もうどんどんと忘れて、すいません。あ、はい、ちょっとそれで今あのいろいろと教えてくださって、まあ、前世のカルマであったり、まあ、あの家計のカルマであったりっていうところをこう測るというところなんですけど、はい、測ってこう解消するにはどうしたらいいんですか。まずその調べてどこから来てるのかというのを調べて、先生調べてくれますよね。はい、調べてそれをお客様にお伝えします。はい、僕がまあお客さんだとしたらこう聞いて、はい、いや、はい、お母さんもじゃあ前世でこんな怒りっぽい人だったですよということを教えてくださっても、はい、僕はどうしようもないんですけど、そのあたりはどうするんですか。はい、で、まあ、そのカルマの情報っていうのは他の人がですね勝手にいじることはできないんですよ。先生に直してもらうことはできないんですか。はい、自分で解消しなければいけないんですね。はい、うん、ただし、周りの人にサポートをお願いすることはできるんですよ。サポート、はい、自分でそのカルマの解消に取り組んでるんだけどなかなか自分一人では大変なんで手伝ってくださいってねお願いすることはできるんですよ。はい、それがその波動水が手伝ってくれるわけですね。あー、それで和玉令和の場合は、はい、この波動水をこう作るという行為があるわけですね。はい、波動水を作ってそれを飲みながらですね、はい、その前世で作った怒りというマイナスのカルマを解消するために、はい、今世において宇川さんがお付き合いしてる周りの人たちに、はい、優しく接していくわけですよ。はい、周りの人にもいつも優しく接するということを常に意識しながら日々の生活を送るわけですね。はい、すると前世で作った怒りのマイナスのカルマが徐々に解消されていくんですね。はいはい、怒りの逆は優しさですから、怒りの逆が、はい、はい、優しさですね。はい、ですからその前世で作ったネガティブなカルマを今世においてポジティブな、自分の行動によって解消することができるんですよ。うん、カルマっていうのは直訳すると行いとか行動という意味ですので、はい、自分がどういう行動を起こしたか、はい、どういう生き方をしたかということですね。じゃあ仮に僕が、まあ、まあ今までこの怒りもう常に腹が立つわとかもうあいつというような性格の持ち主だったとするじゃないですか。はい、で先生に聞いてあなたはそんな怒りのカルマがありますよということを教えてくれて、はい、まあ、この水を飲みなさいということで、はい、まあ、波動水作っていただいて、はい、飲むだけでなくって、あ、俺は怒りやすい、まあ、前からそういうカルマがあるから、その、まあ、人に逆の優しくしてやらなんでいかんなということで、優しさに目覚めて人に優しくする行為を、はい、水を飲みながらしなさいよということでしょうか。そういうことです。だから水を飲むだけではダメなんですよね。水を飲めばものすごい強力にですね自分の背中を押してくれるんですよ。はい、でうちの妻に優しくする人格までは変わらないと思うんですけど優しくできるようになるんですか。ええ、だから普段ね、はい、まあ、奥さんに優しい言葉をかけたりね、はい、ちょっと、まあ、毎日の、まあ、食事をね作ってくれてる時に
もうそれ当たり前だと思ってしまってる場合が多いかもしれないんですけども、はいはい、でも、もう一つ一つ何かしてくれたことにありがとうってね、はい、いつも美味しいよとかね、はい、あの美味しい、料理作ってくれてありがとうっていう言葉を、まあ、かけるということが、はい、まあ、優しさというですね、はい、あのプラスのカルマを作っていくことになるんですけども、はい、ただそれね言われたからすぐできるかっていうとなかなかね難しい場合もあるじゃないですか。それは今まで言ってないのに急に言い出したらなんか恥ずかしいというか、うんね、恥ずかしいしね、うん、急に言い出したらあれなんか下心があるのかなとか思えるかもしれませんけど、はい、でもカスタムレオで作ったハドス飲んでるとそれが素直に自然に言えるように なるんですよ。あ、そう、分かった。なんかこうブロックいうのありますよね、はい、心ではあのよく僕倫理法人会っていうところも行ってるんですけど、うん、そこには夫婦愛はっていう教えがあるんですよ。はい、まあ、夫婦は仲良くやりましょうよと、ね、でそこで講師の先生がね、まずは朝起きたらおはようございますと奥さんに言ってくださいよとか、うん、奥さんのことを名前で呼びましょうとかいろいろあるんですけど、はいはい、頭では分かってるんですけどなかなか行動に出せないんですよ。うん、そうですね、私もそうですそれが逆に飲むことによって、はい、このブロックというか言えない自分をこう崩して何言うんですか、うん、くれる、言いやすくなるということでしょうか。うん、そうです。そういうことです。あ、そこに努力が 5% いりますよということですね。うん。だから自分がそういう言葉をね、奥様に言葉がけしようというふうに思ってなければ、うん、いくらブロックが取れても、はい、そういう言葉は出てこないわけですね。あ、なんぼね倫理法人会でそんな先生を教えこってもそんなアホなんて思いよるうちは無理ですよね、うん、する気がないんだから。はい、だから自分がそういう言葉をね奥さんに言おうというふうに思って、でその意思を持ってなければ、はい、いくら波動水飲んでもそういう言葉は出てこないわけなんですよ。うんうんうん、だからその 5% の努力っていうのは自分でそういう意思を持つということですね。はい、意思を持って行動に起こしていく、うん、その行動に起こしていこうというふうに思っているときに波動水を飲むと背中を押してくれるわけですね、うん、ああ、そうですね。はい、もう一つ聞いていいですか。はい、ライブなんでいろいろと僕の話になってしまうんですけども、前回僕先生とお話してて、まあ、前の会社人材派遣っていう会社を経営してたんですけれども、はい、まあ、ある人の裏切りというか、まあ、ちょっとこういろんなことがあって、ね、まあ、結局乗っ取られたような格好になってしまったんです。はい、で、まあ、それから10年経ちまして、はい、あの僕の先輩とかなんかに会った時に、はい、その乗っ取った人に感謝しなければいけないよと、はい、もう僕は恨んでたんですよ、ずっとね、うん、はい、でもあの10年経ったからもうその恨んでもしゃあないなと思い出して、もう恨むことはやめましたっていうことで、はい、その先輩にお会いした時に言ったら、何を言ってるんだ、逆に感謝しなければいけないぞと言われて、うん、あの恨みをしないくいうぐらいまではなんとか思ったんですけど、感謝までは全く思ったこともなかった、なんで感謝せなんだかんねやっていうことをこう、ね、吉野先生にもこれお話したんですけど、その時に、はい、あの宇川さん、この間に許すという言葉を入れたらどうですかという提案してくださったじゃないですか、あの時に、はいはい、恨みから感謝っていうのはできないかもしれないけど、そこに許すというところの言葉が入ることによって感謝に移行できるんですよという、うん、はい、だからその許すという言葉が10年間見つからなかったんですよ、僕はずっとね、10年間というか、はい、まあ、今14年経ったんで14年間見つからなかったで、はい、1ヶ月前に先生とお話した時に許すという言葉をいただいて、はい、それでなんかスッとしたんですけど、この言葉を見つけるというか、この何言うんですかね、その思考の許すという
これってなかなか出てこないんですよ、僕一人では。うん。まあ、まあ私もなんかこの前お話ししましたように、はい、サラリーマン時代ですね、はい、まあ、営業所の所長をやってる時があったんですけども、はい、まあ、私の指示を全く聞かない部下がいまして、はい、でもうその部下のことをずっと恨んできたんですね、はい、で、まあ、職場転勤になってですね、はい、その部下とは一緒に仕事はしなくなったんですけど、はい、まあ、それでもずっと恨んでたんですよね、はい、でその時にある一冊の本を読んで、小さな自分で一生を終わるなっていう題名だったと思うんですけども、はい、その本を書いた人がですね、小さい頃、お父さんに捨てられたんですよね、はい、でずっとお父さんのことを恨んでたんですけども、はい、まあ、あるきっかけで実はお父さんはもうどうしても事情があってその人を、まあ、育てることができなかったんだけど、はい、そのことをその、息子さんを捨てたことをすごく、まあ、悔やんでたということが、まあ、日記か何かが出てきて分かったんですね、はい、うん、でその時に、その著者の人はやっとそのお父さんを許すことができたというふうに書いてまして、で人をね恨んでるっていう行為は自分自身がその恨みという感情をずっと作り続けてる状態なんですよ、はい、で自分がその恨みという感情をずっと作り続けてるということはその状態に縛り付けられてるわけですね。人を恨むという感情を作り出す状態にもう縛り付けられてるわけですよ、自分自身が、はい、うん、だから結局自分の意識がですねそのもう狭い領域に縛り付けられて、自由に自分の自由にできてない状態ですね、はい、でそこからやっと解放されたという、うん、まあそういう内容の本だったんですけども、まあそれを読んだ時に私もあそうなんだってね、そういう感情に縛りつけられていたんだなってことにやっと気がついて、でまあその言うことを聞かなかった部下のことを思い起こしながら、いいよもう許してあげるって言ったわけですね、はい、本人は目の前にいないですけど、はい、はい、私自身の心の中でああもういいよ、お前のことは許してあげるよと、まあ上から目線ですけどね言った瞬間に心がスーッとこう楽になったわけですよ、はい、うん、でまあそれのことを覚えてたんで宇川さんにこの前そのお話をしたんですけども、はい、うん、ですからまあ恨むという行為を手放すためには許すというね、許しというそういうまあ、思いが必要であるということで、で感謝っていうのはですね、はい、恨みという感情の逆が感謝なんですね。あ、はい、だから、ネガティブからネガティブな恨みがですねいきなりポジティブな感謝に変わるってことは相当何か大きな出来事がないと難しいんですよ。確かに、うん、ですからまあそのまず恨みを手放すために許すというですね、うん、そういう思いを自分の中で作る、で、うん、恨みを手放した後に今度その感謝の方におそらく行けると思うんですね。あ、でそのまあ宇川さんが人材派遣会社を乗っ取られたような形になったわけですけども、はい、その人が乗っ取らなければ宇川さんずっとですねその人材派遣会社をおそらく経営していたと思うんですよ、はい、そしたらその乗っ取られてから今の、ロハス村を立ち上げて今経営してますけども、はい、その経験をすることはできなかったわけですね。もちろんです、はい、その人が乗っ取ってくれなければ、
はい、だからあなたのおかげでこんな素晴らしい経験をねたくさんさせていただきました、はい、ありがとうございますと、はい、いうふうに、まあ、はい、感謝をねしていけば、はい、さらにいい状態になると思いますけど。いやなんかね、僕はもうその恨みっていうのをこう見返してやるぞとか、なんか負のエネルギーでこう立ち上がって10年間経営をしてたんですよね、はい、うん、でもなんかそればっかり、確かに今言うたように縛り付けられたエネルギーというか、はい、うん、それだから限界があるような気がしちゃって、うん、そうですね、まあ、恨みとか怒りっていうのもあの感情でありエネルギーですから、うん、自分が行動を起こしていくためのエネルギーにはなるんですよね、はい、うん、だけどネガティブなエネルギーですから、うん、自分自身がネガティブなエネルギーを持ってるとどうしてもネガティブなものを引き寄せてしまうんですよ、はい、うん、ですからそのネガティブなエネルギーをエネルギー源として、今のビジネスをやるんじゃなくって、うん、ポジティブなエネルギーを使ってでビジネスをやっていけばもっともっとスムーズに今のビジネスが広がっていくと思うんですね。あ、まあ、それであれですね、カズタマー令和の波動水とビジネスがこう両立てでもいけるというような話もあったと思うんですけども、はい、そうですけど、そのあたりと関係するんでしょうか。うん、金融資金運上昇っていう、まあ、メニューがありますから、はい、その中にまあ仕事運の波動コードも入ってるんですね。はい、うん、で、まあ、カスタマーレイヤーはとりあえずその金運上昇のメニューを選んで波動数を作って、はい、でそれをあの飲めばいい話なんですが、やっぱり飲みながらその人自身が何をしていくのかという、どういう意識の持ち方でどういうことに取り組んでいくのかっていうのが重要になってくるわけですよ。ほうほうほう、はい、でそこの部分をあのビジネスセミナーを、まあ、この前ですねあのお話しさせていただいたんですが、私の過去のその、今の仕事を始める前のサラリーマン時代に、まあ、営業の仕事をしてましたから、はい、その頃に実際にまあ、いろんな勉強して分かって、実践した結果、いろんな現象が起きたんですけども、はい、その話を、まあ、させていただいたわけですね。はい、はい、ここでご披露できますか。まあ、できますけどもこっちのスライド途中なんですけど。ああ、すいません。ついつい話し込んで、あの先生 あの順番でやってください。はい、いや、まあ、お話がそっちに行きましたので、そうしましたら。もう全然ライブなんで何も考えてなく、聞きたいことをどんどん聞いていってるんで、すいません、見てる方は。はい、まあ本物のコツを実践ということで、まあ先ほどの江本先生ですね、はい、と、まあ、船井先生、ポイントこちら、まあ、江本先生ですね。で、船井先生。はい、で、まあ、お二人とももう亡くなられたんですけども、まあ、生前非常に懇意にですね、お付き合いを、されておりまして、で、まず最初のきっかけっていうのは、この江本先生がですね、MRA を使って、まあ、波動の、測定をしているところに、船井先生が見えられて、で、実際にその、MRA を使った測定の体験を受けに見えられたわけですね。で、その体験を受けて、その MRA という波動測定器と、あと江本勝先生を本の中で、まあ、紹介してくださったわけなんです。で、その本がこちらの、
これから10年本物の発見という本でして、で、まあ、最初にこの本で紹介してくださったんですが、まあ、その後もですね、まあ、船井先生たくさん本書かれてますので、まあ、機会あるたびに MRA と柄本勝先生で、まあ、その後に結晶写真の撮影に、成功しましたので、水の結晶写真の紹介とかですね、まあ、そういう形でご紹介いただいたと。で、まあ、私もその、最初に柄本先生 の、 波動の真理という本を読みまして、まあ、波動のことを知ったんですけども、その柄本先生の本の中で船井先生を、まあ、紹介されてましたので、まあ、船井先生の本も、まあ、たくさん読んでみたんですね。で、船井先生の本の中にはですね、まあ、いろんなコツが紹介されておりまして、でそれらのコツをですね、まあ、実際にもう実践してみたらどうなるんだろうかというふうに考えたんですよ。で、まあ、たくさんいろんなコツ紹介されてるんですけども、私が覚えてたのは、まあ、2つだけなんですね。で、1つは人脈を作るコツ、これはもうすごく簡単なんだよというふうに船井先生が本の中で書かれてまして、まず名刺交換した人には必ずお礼状を出しなさいということと、あと1日に最低5人に手紙を書きなさい、それをすれば人脈はもう簡単に作れるよというふうに書かれてましたので、まあ営業の仕事してましたから、まあ、毎日のようにですね名刺交換してましたので、その人たちに手紙を必ずお礼状をね書くようにしました。でそれ以外の人に、まあ、1日最低5人に手紙を書きなさいって、船井先生は書いてたんですが、さすがにねこれ5人はちょっと書けなかったんですが、まあ、でも3人にはね毎日書いてました。でそれをやったのと、あとはまあ人生で成功するコツっていうですね、まあ、これは非常に有名なコツですけども、この3つですね、勤勉であること、素直であること、プラス発想であること、まあ、これを実践してれば人生必ず成功しますよというふうに書かれてまして、で、まあ、勤勉であるためにはとにかく本を読みなさい、最低でも1月に15冊の本を読みなさいというふうに書かれてまして、で実際にですね本読みました15冊ですから、まあ、2日で1冊のペースですよね。でまあ、営業の仕事といっても都内を回ってましたから、もう常に電車移動なんですね、うん、電車に乗ってる時間たくさんありますから、電車に乗ったら必ず本を読む、で読んでる本が終わったら、本屋さんに行く、で駅のそばには必ず本屋さんがありますからね、また空いてる時間に本屋さんに行って面白そうな本を選んで、読むということをしました。でその次の素直であることということで、その読んだ本の中にも、まあ、いろんな情報が載ってるわけですね。でそれらをまた素直に自分で、まあ、実践をしてみるということをやってみました。でやってもねうまくいかないこともあるんですけども、プラス発想であるということでね、うまくいかなくっても、まあ、それはやったから分かったことであって、やらなければ分からないので、とにかく、それ実践してみたことに意味があるんだということで、まあ、プラスに受け止めて、それを、まあ、実際に行ってみたわけですね。でこれをやったら自分の営業成績がどうなるんだろうというふうに、もう数字で出ますから、営業成績というのは、その数字がどう変化するんだろうというふうに見てましたら、半年後にですね、なんとその当時、1ヶ月の営業の売り上げがですね、まあ私個人の売り上げなんですけども、だいたい1500万円前後の売り上げだったんですね。で、それが半年後にですね、5000万になったんですよ。もう売り上げの数字だけ見ればもう3倍以上ですから、これもう船井先生のコツを、まあ、実践した結果こういう変化が生まれたということは間違いないんですね。
で間違いないんですが、それだけではなくてですね、普通ね、あの売上1500万の時と5000万の時を比べれば、こっちの方が売上多いですから、もう相当忙しくなってるんじゃないかというふうに考えますよね。ところがですね、5000万の時の方がクレームがね、なくなったんですね。ですからクレームで飛び回ってる時間がなくなったんで、時間の余裕が出てきたんですよ。で、少ない商談回数で、商品を採用してくれるようになったんですね。一番極端な例を挙げると、一度も商談に行ってないのに店舗からサンプルの依頼が来て、でそれを宅急便でサンプルを送ったらそのまま採用されたということもありました。ですから、まあ、そういう状況になったので時間の余裕が出てきたんですね。すごい時間の余裕が出てきて、1500万の時はもう毎日飛び回ってたんですけども、はい、5000万になったらすごい余裕が出て、時間がたっぷり余ったという、そういう状況になったんですね。でこれがね、実は21世紀型の仕事のやり方なんですよ。へえ。で、新しい時代のビジネスっていうのは、最小の努力で最大の結果を出す。これが新しい時代のビジネスなんですね。そうですか。はい。だから無駄な努力をしないということですよ。で、無駄な努力をしないためにはコツを覚えればいいんですよ。はい。はい。最小の努力で最大の結果を出す。これが21世紀型ビジネス。僕はもう20世紀型ですね。最大の努力で最小の結果を出すという。昔のね、営業はね、下手な鉄砲数じゃ当たるって言ってたし、はい、あれは20世紀型ですね。確かにもうたくさんたくさんね、はい、商談すればそのうち1件ぐらい採用してくれるよっていう、確かにあります。そうですね、僕もそれ人材派遣の時はそればっかりです。はい、確かに。ただね、僕も、同感します。このハガキを出すようは、はい、すごいですね。でもそこまでの成果は上がらんかったな。もうやめてしまったから、まあ、ということで、まあ、営業のコツがね、分かったので、はい、まあ、会社辞めたんですね。はい、普通の人だったら営業のコツが分かったで楽して売り上げ作れる、じゃあまあ給料も上がるしボーナスもたくさん出る、はい、ということで、ね、そのまま続けたらいいじゃないですかって思うんですけども、私の場合は仕事を通して自分の知らないことをいろいろ勉強したかったんですね。やっぱあれですか先生、はい、月間15冊ずつ読むことによってやっぱり知識も広がるし、そうですね、考え方も変わってきますか。変わってきますね。で、その学ぶことがなくなったので仕事をしてても面白くないんですよ。で、会社を辞めて波動測定の研修を受けて波動サロンをオープンしたんですね。その当時は波動サロンっていうのはもうずいぶん前の話なんで、はい、ないですよね、そういうのって。その当時ですね、やってたんですか。江本勝先生が、はい、経営してた IHM という会社で、はい、波動のサロンを開くオーナーを募集してたんですね。で、そこに申し込んだんですよ。はい、で、まあ、冒頭の写真のように研修を受けて卒業記念の写真を撮って、はい、でその後は自分でサロンの場所を探して、準備をしてオープンをしたと、という流れですね。で、それはサロンだから、
町の営業ですよね。町の営業というか。ああそうですね。お客様が来てくれるのを、まあ、待つという形ですけども。どうなしてお客さん来るんですか、この辺がよく分かんないんですけど。うん、その当時ですね、江本先生が波動関連の本をたくさん書いて出してたんですね。はい。で、その本を読んで、IHM が主催してた国際波動友の会という組織がありまして、はい、その会員さんがですね、1万人ぐらいいたんですよ。当時からその波動に興味持っている方が1万人もいらっしゃったんですか。そうですね。おうん、で、まあ、特に関東近辺に非常に多かったですから、はい、その人たちに向けてサロンのオープンの、まあ、案内状を送ったんですね。はい。で、まあ、最初は埼玉の所沢で開業しまして、うんうん、で、まあ、その近辺の方が来てくださってですね、はい、うん、来てくださったって言ってもいきなり有料の波動カウンセリングを申し込んでくれるんじゃなくって、はい、無料の体験測定会っていうのを開きましたので、はい、それで来てくださったんですね、はい、うん、で実際に来ていただくと、まあ、どういう場所でどういう人が、ね、測定をしているのかっていうのが分かってもらいますので、はい、うん、その後に、まあ、有料で申し込んでくれる人が、まあ、ぼつぼつ出てきて、うん、はい、だからオープンした最初の月から、何人かな、10人ぐらい申し込んでくれましたかね。で、まあ、その後ですね、その波動サロンをオープンした時なんですが、うん、江本先生からですね、教わったコツがあるんですよ。これもコツがあるわけですね。はい、波動サロンを運営するために、この3つのことをやれば、もう何の問題もなくサロンを運営できますよと。はい。はい。で、それがまず1番目に裸になる。はい。裸になるってのは服を脱ぐことではなくて、まあ自分自身をさらけ出すということですね。はい。はい、オープンハート。お、自分がどういう人物で、何を考えてるのかとかね、そういったことをあからさまにすると。うん、なんか波動の先生って言ったらもう僕、まあ、占いの先生のようにこうなんか目だけ出してから、ね、ちょっとこう神秘的なのが売れるのかと思ったんですけど、そうではないわけですね。そうではないです、うん、でスピリチュアルな仕事を知ってる人ってブログとかですね、あと、まあ、はい、無料の、 ホームページ作るサービスとかありますけども、はい、まあ、そういうのを使ってね、自分をまあ売り込んでる人多いんですけども、はいはい、顔を出してなかったり、うん、で本名も、ね、出してない人って非常に多いんですよ。多いですよね。うん、ね、でそういう人の、そのブログとかホームページ見て申し込みたいなって思いますか、宇川さん。なんかもうと申し込んだことないんでわかんないんですけど、だから申し込みたくないから申し込んだだと思うんですね。確かに、うん、あ、この人になら見てもらいたいなと思ってもらうためにはね、自分が何者かっていうのをその見てる人に分かるようにしとかないと難しいでしょ。確かにそうですね、うん、それが顔も分からない、うん、名前も分からない人に申し込む人、うん、ほとんどいないと思うんですね。うん、でその辺をね、勘違いしてる人が非常に多いんですよ。あ、だから僕のイメージで言うたら、まあ、こういう目だけ出してとか、はい、そういう、 こう街角で立ってこう推奨してっていう、はい、あ、そういうのは逆にお客さん来ないんだ。来ないんですよね。うん、で、2番目に気配りをする。はい、気配りをするというのは、まあ、気を配る、つまり相手の人が何を考えてるのか、何を思ってるのか、どういうものを必要としてるのかを、まあ、考えることですね。はい。で、3番目が発信をする。
まあ、これはもうそのまま、ね、情報を発信をするということですね。はい。で、波動というのはですね、まあ、共鳴によって、伝わるんですけども、自分から発信しないと、うん、まあ、共鳴現象が起きることはないんですね。あ、うん、自分が発信する情報を、はい、うん、するとその情報に共鳴する人が集まってくるんですよ。はい。まあ、それが引き寄せの法則なんですけども、うん、まあ、スマホをね、皆さん持ってると思うんですけども、はい、で、まあ、電話番号で電話かかってくること、まあ、少ないんですけどね、今、はい、SNS 使ってね、かけることが多いんですけども、まあ、とりあえず電話番号を押して、電話をかけようとしたときに、自分のスマホから電波を発信してないと共鳴しないんですよ。はい。すいません、1分だけ待ってください。はいはい。ライブですのでね、まあ、こういうのがありますから、まあ、それがまあ一つの醍醐味でございますけれども。うん、浜崎さん、どうですか、今までの流れの中で。いや、面白いですね。いろいろ吉野先生が船井会長のいろんなことを実践されたっていうのはすごく私も勉強になります。勉強になりますよね。うん、はい。あ、先生戻ってきました。すみません。はい、で、まあ、とにかく自分から発信しないと、まあ、共鳴現象は起きないわけですね。はい、うん、で、この3つをですね、まあ、実践をするためにじゃあ何をすればいいのかなというふうに考えまして、で、まあ、ニュースレターをね、まあ、書いてお客様に送ることにしたんですね。で、まあ、その話はとりあえず置いときまして、ここのね、気配りをするだけ赤くなってるでしょ、うん、はい、これがものすごく大切なんですよ。この3つの中で大事なのは赤で気配りっていうのがポイントですか、うん、特に大事っていう、まあ、全部大切なんですけども、はい、特にこの気配りをするというのが、これはですね、江本先生にこのコツを教わる以前にですね、はい、前の職場で営業の仕事してるときに実は私ね、もう気づいていたんですね。はい、うん、まあ、いろんな人の本読みながら、はい、なるほどなと気づいてまして、で、この気配りをすることの大切さ、つまり常にですね、相手の立場になって物事を考えること、これがものすごく重要なんですね。で、具体的にですね、説明しますと、こんな時代でですね、営業部時代、昔の私、売れなかった時ですか、これは。はい、はい、売れてなかった時なんですけど、はい、ね、まあ、商談をしに行くわけですね。はい、すると、自分のところの商品をね、どうやって売り込もうかな、商品のいいところをね、もうアピールしなくちゃいけないし、値段をちょっと下げようかな、なんかおまけをつけようかなとかね。ありますね。うん、そういうことを考えながら商談をするわけなんですよ。はい。で、これって、自分のことしか考えてないんですね。はい。うん、目の前にいるこの人が何を考えてるのかっていうことは一切考えないで、で、もう、売り込むことしか考えてなかった。で、それがね、気配りの大切さに気づいてからは、ね、相手の人が今探しているものは何だろう、どういう方向で仕事を進めているのかなとかね、販売ターゲットはどの客層なんだろうというふうに、相手の人の仕事の状態を商談をしながら質問をするわけですね。
で、その人が必要としてるものを探していくわけなんですよ。で、ちょうどね、自分の会社に、その探してるものに当たる商品があれば、それを提案するわけですね。すると当然この人はそれ探してるわけですから、ね、ああ君のところにそんな商品があったんだってね、じゃあそれすぐ納品してっていう話になるわけですよ。なので、まあ、これはまあビジネスだけでなくてですね、どういった場面においても相手の人のその心の中とか頭の中の考えとか思いね、そういったものを常に、意識しながら、まあ、気配りをするということですね。これすごい重要だということが、まあ、前の会社の仕事の時に、分かっていきました。はい。で、あとね、私の知り合いでセールスレディやってた人がいるんですね。はい。まあ、あの美顔器を売る仕事してたんですよ。うん。で、その人は、あの、一軒一軒、個人の家を回って、セールスをしてたんですね。はい。で、ほとんど、あの、門前払いですよね。はい。うん、で、たまにね、話聞いてくれる人がいたとしても、買ってください、すごい商品なんです、お願いします、買ってくださいってね、言って、言ったんですが、一台もね、売れなかったらしいんですね。はい。でもう全然売れないからもうやけくそになって、いいやもうどうせ売れないんだからね、売るのやめようと思ったんですが、はい、でも一応外に出てね、あの営業しないと会社の人に怒られるんでまあ外に出たんですが、もう売るつもりがないからね、あの別にあの買わなくていいですってね、ただこれねすごいいい商品なんでちょっと試してみませんか、あの本当に買わなくていいですからってね言ってたら、そしたらその家庭の奥さんが、え本当に買わなくていいの、でもなんか面白そうねっていうことで、じゃあちょっと試してみるわっていうことで、家にあげてもらって試したんですね。はい。あそしたらあれなんかすごいあの顔の、肌がねいい感じねっていうことで、でまあそのままあのその家を出たんですけども、まあ、1週間後ぐらいにまた同じ地域待ってたらその奥さんとばったり出会って、ああこの前の あの人ね、あのもう一回ねあの試してみたいんだけどいいって言うから、ああもちろんいいですよっていうことで、はい、で家に上がってもう一回試してもらったんですね。そしたらその奥さんが近所の奥さんに電話かけて、はい、ちょっと今ね面白いものあるからちょっと来なさいよって言って、であの友達呼んでね数人の奥さんが来たんですよ。はい。でまあ試してもらったら、あいいわねってことで、でもあの誰もまだ買ってくれないんですね。うん。でまたあの1週間後ぐらいあの同じとこまでたらまたその奥さんに会って、でまたねあのやらせてよって言ってやってるうちにやってるうちにその中の一人の奥さんが、えこれどこで買えるのって言い出して、はい、いやうちで売ってるんですけど、あの別にあの無理して買う必要ないですよって言ったんだけど、その奥さんいや欲しいからね売ってちょうだいって言い出して、であの買ってくれたんですね。はい。でその後ももう自分からね、まあ、売るためのトークはもう一切しないで、もうとにかくね、買わなくていいですから試してくださいって営業してたら、どん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 売れるようになってきたっていうね。はい。うん、まあ、そのような話を聞きました。はい。はい。まあ、ですから、ね、自分の気持ちだけね一方的に押し付けても相手はね引いてしまうんですね、うん、でも買わなくていいですよって言ってたら、あ買わなくていいんだと思って、話を聞いてくれるというね、そういうふうな、まあ、人の心理であるということですね。
まあ、そんな感じでこの江本先生から教わったコツですね、3つ、裸になる、気配りをする、発信をするというですね、この3つを、同時にですね、これを、まあ、実践するために、まあ、ニュースレターを書いて、送るのがいいんじゃないかなと。最初はね、一人一人あの来てくれたお客様にお礼状を書いてたんですよ。はい。でも一人一人にお礼状を書くのって結構大変ですよね。はい。で、このニュースレターにすると全員に同じ内容で発信できるんですよ。はい。だから月に1回それを書いて発信すればいいということで、まあこれ宇川さんもねやってると思うんですけども、はい、その時にまず自分のことを書くんですね。はい。自分がどういう人間でどういう経緯で今の仕事をするようになったのか、でこれから何を目指してるのかってね、そういうことを書いていく、うん、で次にお客様が必要としてるであろうところの情報を載せる。まあ、今コロナがね蔓延してね、皆さん不安を抱いてると思いますけども、でも大丈夫なんですよ、カスタマー令和という装置があってこれ持ってたらもう全然心配いらないんですよみたいなね、そういう不安を持ってるであろうという方たちに、うん、必要な情報を提案する、うん、でまあ、それを発送すればそのまま発信する、うん、そうですね。で実際に書いてたのが、まあ、これ、まあ、書き始めても、うん、第43号ですからだいぶ後なんですけど、はい、まあ、このね、カズタマ DVD がちょうどできた時に書いた、まあ、ニュースレターですね。で、これを、まあ、毎月1回書いて送ってた。するとですね、これ受け取ったお客様からですね、お礼状が来たりとか、はい、無料でいいんですかみたいなね、申し訳ないから、切手代だけ受け取ってくださいとか、そういう方たちがいっぱいいらっしゃって、もうだいぶ昔ですからね、パソコンとかもほとんど使ってなかった時代ですから、あれですね、まあ、先生ね、ええ、まあ、これずっと2ヶ月に1度ぐらい通信送ってるんですけども、はい、送り先最初のうちはないじゃないですか、あんまりお客さんもいないし、はい、どういうふうにこう集めていったんですか。やっぱりサロンに来てくださった方に住所変えていただいて随時増やしていったわけですか、うんうんうん、そうですね。だから最初に書いたときは30人ぐらいしかいなかったんですよ。ですよね、僕もそう思うんでした、はい、はい。で、だんだんお客様増えてきて、うん、最後は300人ぐらいに発送してましたね。あ、で、昔ですからね、コピー機もそんないいのなくって、うん、で、全部封筒に詰めて郵送してましたから、はい、まあ一人でやってましたんでね。大変ですよね、これね。結構大変ですけども。おう、まあでもこれを書いて発信してたので、はい、売り上げがですね、こう順調に伸びて、で、会社の設立から26年経ちましたが、まあ振り返ってみると赤字の月は一度もなかったということですね。すごいですね。まあ、最初のね、立ち上げた月は、まあ、自分の給料そんなになかったですけども、それでも一応、給料出ましたから。ハードの仕事、ハードとか売ってたんですか、うん、その頃はなかったです。波動だけで最初は。はい、まあ、カウンセリングの料金と、あとはまあ関連商材が少しありましたけども、はい、もうほぼカウンセリングの売り上げですね。当時はそういったカウンセリング業で業なす人って何人もいらっしゃったんですか。いや、ほとんどいないです。今の方が多いですか、やっぱり。今の方が多いですね。でもなかなかあれで生計を立てるまで行ってる人ってあまりお見受けしないんですけど。はい、そんなにいないですね。ですよね、はい、それを
26年も前から赤字の危機がないっていうのは、はい、やっぱりそのコツっていう船井先生のコツであったり、うん、江本先生のコツっていうのを、まあはい、真面目に守りながらこう実践してこられたというところなんでしょうか。そうですね。あと何かポイントありますか。うん、ですかポイントはさっき言ったように気配りするっていうところですね。あで、まあ、あの皆さんですねあのスピリチュアルなこと好きな人多いんですけど、はい、スピリチュアルだけで食べていってる人って少ないんですよね。そうです、うん、で、あのスピリチュアルってあの現実世界の先にあるんですよ。別の世界じゃないんですね。ああ、うん、現実の世界があってその先にスピリチュアルの世界があるんですよ。はい、でそのスピリチュアル精神世界ですね、はい、まあ、波動の測定っていうのも、まあ、精神世界につながってますから、うん、それを学んだことを現実のビジネスに生かすということができなければスピリチュアルを学ぶ意味がないんですね。うん、でスピリチュアルなこと知らないでビジネスやっててもなかなかうまくいかないんですよ。いやー確かにこれは思いますね、はいはい、なので別にねスピリチュアルって特別なことではなくってもうさっき言ったように気配りをするということ、相手の人が、はい、心の中で何を、まあ、思ってるのかで頭の中で何を考えてるのか、それがいわゆる精神世界でしょ。はい、でそれを把握できるように自分自身の能力を高めていく必要があるわけですね。うん、でそれができるようになったときにそれを現実のビジネスに生かせば無駄な努力をしないで売り上げが作れるんですよ。最小の努力で最大の結果を出すことができる、はい、それが一番地に足のついた生き方なんですね。でもよくお見受けするのはこうスピリチュアルの、まあ、仕事をされてる方なんか、はい、案外足地に足のついたことをされてないというか、されてない方が多いですね。多いです、はい、だから顔を出さないで、はい、ハンドルネームっていうのをつけて、はい、ね、エンジェル久美子とかねそういう名前をつけて、はいはい、おうおう、まあ、タロットの占いしたりとか、はい、そういう方いらっしゃいますけども、おう、うん、まあ、幸いなことに、まあ、私自身は波動測定器を使って波動水を作るという仕事でしたので、はい、そういった測定する機械があったと、装置があったということですね。ああ、そっか、あの機械で一番最初に見せてくださった、うん、あの機械を使ってということで、はい、うん、それがありましたし、まあ、IHM さんという経営モデルがありましたので、はい、ちゃんと会社を登記してでサロンの場所を借りてで自分の名前と顔を全部出して、うん、でちゃんと料金も設定して、はい、で、集客をして、仕事をしたとおいうことですので、で、まあ、波動測定って目に見えないエネルギーの測定なんですけど、はい、お客様には波動水というねボトルに入ったお水をお渡しするじゃないですか、はい、うん、だからその実際にこの現実の世界にある波動水という、商品をお客様にお渡しして持ち帰っていただくということをするわけですね、はいはい、なので、まあ、一般企業が行っている、まあ、商品を開発してお客様に販売するということと、まあ、見た目は同じようなことをやってるわけなんですよ。あ、物のこう、はい、渡す、はい、売り買いというか物がこう行き来してるからそういう意味ではあれですね、はい、いや、うん、普通のビジネスと同じ形態的なものに見えるんですけど、うんうん、そういうことですね、うん、
ただしそこに波動測定っていう目に見えない世界があのくっついてますので、はい、それがまあ付加価値になってるわけですね。あですから、まあ、この現実の、ね、ビジネスという目に見える世界でビジネスをしっかりと行っているということなので、まあ、地に足のついた生き方ができているということですけども、でもそこにスピリチュアルを生かしているわけですね。その水を作っている間カウンセリングもじゃあやってたんですか？はい、こう音がするやつですよね。あのそうです、はい、それをこう聞き取りしたりいろいろしながらお話ししたりして水を作る時間ありますよね、はい、時間が、はい、うん、だからお客様にはその測定して拾い出した情報をお伝えするわけなんですよ、はい、うん、まずあの肉体レベル、体の波動ですね、はい、実際に肉体自体を測定してるわけではなくて、はい、体の波動でどこに乱れがあるのかというのをはい、設定をしてお伝えする、はい、でそこに影響している、ウイルスとか電磁波とか毒素の波動ですよね、うん、どういったものが影響して体の波動が乱れているのか、うん、でそれらを引き寄せているマイナスの感情はどういう感情なのかというですね、まあ、最低その3種類の情報を拾い出してお客様にお伝えする。でまあ、お客様がその出てきた感情波動ですよね、はい、まあ、怒りとかね、恐れとかね、心配不安とかいろいろありますけども、そういった感情が、影響してますねってお伝えして、ご本人が思い当たることがあれば、うん、なんでわかるんですかみたいな感じでね、すごく心配不安の感情がものすごく影響してますよってお伝えしたときに、その人がものすごい心配性だったら、ああそうなんです、私すごい心配性なんですよとかね、はい、いうふうに、まあ、納得してくれますから、うん、でその自分が作ってる心配不安という感情が毒素を引き寄せて、で自分のこの胃の調子が良くないんだなとかね、うん、というふうに目に見えない感情のエネルギーが、目に見えるというか自分自身の体の不調の原因となっているんだということに、まあ、気づいてくれるわけですね、うんうん、でその波動の乱れを修正するための波動数を作って、お持ち帰りいただくということを行うわけですけども、でまあ、実際にそれを飲んでね、体調が良くなれば、もうそれは波動ってすごいなということになりますよね。じゃあ、リピートもかなりそういう意味では来てたわけですね。リピートの方多いですね。白鳥監督のね、はい、波動医療いうんですかね、あの映画、うん、はい、あれを見たときにも、監督自身の、まあ、監督の、まあ、何ですかね、もう、まあ、実際、波動水を飲んで、いろいろ病気を克服したいうような話もありましたけど、はい、やっぱりずっとこう、あの映画に出たのはどれぐらい前なんですか？先生も出られそったんですけど。15年ぐらい前ですかね。15年ぐらい前に、はい、見てる方はちょっと分かんないかもしれないんですけど、白鳥監督という方がいらっしゃって、またネットでググってみていただいたら分かるんですけども、そこに波動の医療をテーマにしたようなあの映画があるんです。そこ の映画の中に吉野先生が出られて、で、まあ、波動をの水を作ってあげるという役柄だったんですかね。私が作るというストーリーではなくて、はい、作る人はその映画の中では中西研究所っていうところの所長さんなんですけども、はい、その時に使った MRA という波動測定器を
操作していたのが私の手なんですね。あ、 手が出たよ、なんか、はい。手が映ってるんですよ。手だけです。だから皆さん見ていただいても、先生の顔は映ってませんので。でね、そこの研究所で、あの結晶写真の研究もしてるんですね。で、結晶写真を撮影してる研究員役でも出てるんですよ。その時はね、あの横顔映ってます。あ、横顔映ってます。はい、まあ、映画のタイトルはストーンエイジっていう映画ですよね。そうそう、ストーンエイジだ、はい。まあそんな感じなんですが、ということで、このね、意識の世界を把握できるようになれば現実の世界を自由に生きられるということなんですね。はい、はい。目に見えない波動、それは人の意識でもありまして、その意識の世界を、ね、把握できれば、現実の世界を自由に生きられるということです。うん、ここのところをしっかりとですね、まあ、学びながら、まあ、数玉令和を使っていただければ、数玉令和をですね使っていただければ、ものすごい結果がたくさん出てくると思います。やっぱりあれですかね、当時先生が始められた26年前に比べると、はい、こういったこのスピリチュアルというか、こう意識の世界とビジネスっていうこの関係性っていうのは、はい、こう、はい、こう近くなったんでしょうか。近くなったというよりも、はい、目に見えない世界を意識する人がすごく増えてきました。はい、はい、うん。だから始めた頃はですね、その波動の仕事してますって言うと、ものすごいうさんくさい目で見られたわけですね。はい、もうとにかく怪しいというね。はい、うん、だから今波動の仕事してますって言っても、全然怪しいというふうに思われないんですよ。はい、なので世の中の多くの人の意識がですね、ものすごく変わり始めたということですね。でやっぱり一番大きいのは新型コロナウイルスが、まあ、日本に入ってきてですね、まあ、パンデミックが起きたということが一番大きいと思いますね。ウイルスっていうのは目に見えないですから、そういった目に見えないものから自分たちを守るためには、やはりそこに意識を向けざるを得ないんですね。うんうん、目に見えない世界に意識を向けざるを得ない、うん、そういう状況になりましたので、数玉令和で波動測定して波動数作りますよって言っても、その行ってる、行為は自体は見えますけども、あの転写されてる波動情報は見えないですから。はい、でも目に見えない波動情報が水の中に記憶されて、でそれを飲むことによって自分自身が変化を感じれば、あ、そういった目に見えない世界の波動情報っていうのがあるんだなっていうことが、もうあの自分で体感できるわけですね。お、リピートが多いということは体感した人が多いということですね。そういうことですね。お、変化を感じてるわけですよ。おで自分でそういう、まあ、変化を感じることができれば、あ、目に見えない世界のそういう波動の情報っていうのがあるんだなっていうことが分かるわけですね。はい、うん、自分の体験を通して理解ができるようになるわけですよ。これってやっぱり理解して飲んだ方が効果があるんでしょうか。それはもちろんですよ。はい、あ、もちろんですか。うん、はい、でも最初は理解できませんよね、なかなか。うん、あの理解できない人の方が多いです。多いですよね。でも最近はね、最初から理解できてる人もいます。過去世で、あのそういう目に見えない世界に関わってた人ですね。はい、関わる仕事をしてた人。
そういう人は説明しなくても最初から分かってるんですよ、感覚的に。お客様の層も20年以上こう最初のお客様と今のお客様の悩み事であったり、こう変化っていうのはどんなんでしょうか。はい、悩み事の変化はないですね。30年前からもう、ね、悩み事は変化ないですか。うん、ないですが、まあ、こちら、はい、私の方で対応できるその相談内容が、はい、最初はやっぱりその体の不調に関連することが中心だったので、はい、まあ、そういう相談の人がもうほぼ9割ぐらいですね。映画もそうですね、体の不調の話だったですね。そうですね、うん、でその後、まあ、いろいろ、まあ、研究して勉強して、はい、その人間関係とか金運とか恋愛運とかね、はい、うん、そういった相談にも対応できるようになりましたから、はい、うん、そういう相談をするお客様も増えてきました。ああ、そうです。だから、カズタマ令和の中にもそういったメニューが入ってるわけなんですね。入ってます。はい、子だからっていうのも割と入ってて、ね、前、ね、はい、子だからの相談の方は、結構多いですよね。多いですか。はい。いや、僕もね、7年間子供ができなかったんですよ。ねえ。で、もう病院通いまくってね、本当にもう大変な思いしたんですけども、はい、やっぱりなんかあったんですかね。あの時、令和とちょっと出会ってなかったんで、もう病院に行くしかなかったんですけど。そうですね。おう、うん、やっぱりこう精神的な関係と子供ができるできんの関係っていうのも割とあるんですかね、そういう意味では。いや、あると思いますよ。ああ、はい。いや、もうね、病院も行ったし、神社にも参りに行ったり、まあ、県外またいで行ったりね、はい、しました、医師を置いてきたりね。はい。おまあ、そういうことで、そういった部分ですね。はい。とにかく意識の世界。はい。うん、まずは自分の意識の世界に目を向けるっていうのが大切ですよね。はい。うん、で、自分の中から湧いてくるネガティブな感情っていうのは誰でもわかると思うんですけども。はい。そのネガティブな感情がなぜ湧いてきてるのかというところを、まあ、波動測定すれば調べることができますので、はい、でそういった部分が自分の身の回りで起きてる現象の根本原因になってるんですね。はい、うん、で皆さん問題を抱えていたときにその問題の原因をですね探そうとしますけども外の世界に探そうとしてるんですよ。はい、例えば人間関係で悩んでたら誰かともう仲が悪くてね人間関係で悩んでたらその原因をね、うん、相手の人が悪いんだと、はい、いうふうに外の世界に原因を探すんですけどそうじゃなくて自分の意識の世界ですねそっちに根本原因はあるんですね。うんうん、で自分の中にその原因根本原因を探しに行ってでそれを解消することができれば、その人と人間関係が悪くなってるその状況は解消されていくんですよ。うんうん、いくら相手を責めても相手の人が変わるわけではないですから、うん、自分が変わればその問題は解消されていくんですね。うんうんなので、とにかく自分の意識、うん、そっちの方向に、まあ、目を向けながら、身の回りで起きている現象を、まあ、把握していくといいますかね、うん。そうですよね。結局、まあ、あいつが悪いからっていうことで、まあ、その人と、まあ、別れたとしても、はい、
また同じような繰り返しの同じような問題が起こってる人って多いですよね。多いですね。だからその前のその人を対象にして この現象とか事象をなくしていっても、また品を変え、時を変え、人を変えて同じような課題が来るというか、はい、これってやっぱりカルマなんですかね。はい、ですからその根本原因が自分の中にあるから、外の世界を自分がいる場所を変えたり付き合う人を変えても同じ問題が生じてくるわけなんですね。だからまあ語弊があるかもしれないんですけど、こういじめの問題したっていじめられる子はまたいじめられてしまうというか、転校してもね、そうですね、はい、深いですね。時間が、はい、あともうあまり残ってないんですけど、はい、ね、せっかく浜崎さんに参加していただいてるので。そうですね、はい、浜崎さんいかがでしょうか、今まで放置状態でしたが。はい、あ、いえいえ、ライブなだけあって、お二人 そのやり取りとかでも非常にそのなんていうんですかね、地に足がついたお話というか、参考になることは非常に多々 ありました。吉野先生 その、ね、26年間お仕事されている中で、まあ、結構そのカウンセリングお忙しいと思うんですが、はい、大体何人ぐらい のお客さんをカウンセリングというかされたんですか。ああ、26年間でですか。そうです、そうです。あまりこういう質問とかされたことないと思うんですけど、はい、まあ、正確にカウントしてないので。そうですよね、わからないんですね。で、まあ、お客様のフォルダーに番号をつけてるんですけども、今3050番ぐらいまでついてるんですよ。で、ただし一人の方が1回で終わる人はほとんどいないので、多い人だともうすぐね100回目ぐらいになるんですね。で、まあ平均するとですね、これも何人かっていうのは難しいんですが、まあ4、5回、一人当たり4、5回ぐらいは来てるんじゃないかなと、いうふうに、まあ仮に、まあ、5回、平均5回受けに来ているとすれば1万5000回ということになりますね。すごい数ですね。でしたらいろんなお悩みの方いらっしゃると思うんですが、特に多い、はい、一番その多いご質問というか、一番多いそのお客さんってどういったお悩みの方が多いですか。やっぱり体の不調ですね、ただその体の不調の相談もあるんですが、それに付随して家庭の中の問題とか、会社の中での人間関係とか、経済的な問題とか、あとまあ、ね、結婚の問題とか、そういったものがまあ一緒に、相談されるっていう。そうなんですね。はい、ですから、なぜ、ね、吉野先生が26年間もずっと継続的に、ね、カウンセリングをされているその目的というか、まあ、仕事の楽しみっていうのは何なのかなと思いながらちょっとお伺いしたんですが、やっぱりそのカウンセリングされるその醍醐味ってどういったことがあるんですか。まあ醍醐味はね、やっぱりその人が抱えている問題が、まあ、解消していったときですね、当然お客様がまあ喜んでくれた時が一番の醍醐味ですけど、ただまあ体調不良の方が、その体調がね良くなったっていう、それだけでは あまり意味がなくって、やっぱり目に見えないね、その意識の世界とか波動の世界とか、そういう世界があって、そっちに自分が病気になる原因があったんだということを理解をして、で、その意識が変わっていってくれる、
そういう状態にならないと、ただ単に抱えてる問題がね、解消されました、よかったですで終わったのでは意味がないんですよ。分かりました、ありがとうございます。ちょっとね、あの私いくつかちょっと質問したかったんで、あの解消されました、ありがとうございました。あ、そうですか、はい、はい、あの先生、あ、女性の人が多いんですか、男性の人が多いんですか。女性の方が多いですね。あ、やっぱり女性の方が多いですか。はい、まあ今だと 7-3 ぐらいですかね。おお、うん、あのよく大企業とかね、まあ企業の人なんかは あまりこうちょっとまだまだ波動の話をしてもなんかピンとこないというか、ついつい、まあ、今ご時世ですか、統一教会とか宗教の問題とかなんかに絡めて、うん、しまって誤解される場合もあるんですけど、そんなことは ないですか。僕なかなか難しくて、うん、そうなんだりが今はないですね。ああ、うん、というかもう私のところに問い合わせしてくる方は、はい、まあ、そういうことも分かっている人が問い合わせしてくるんですね。あだからまあそういうことないですけども、もう26年前今の仕事始めた時は、あの地下鉄サリン事件が起きた、はいはい、翌年だったんですよ。ね、はい、ですから、まあ、目に見えない世界の話をするとどうしてもその怪しいと、はい、そういう風潮がありましたので、うんうん、あの当時は大変でしたけども、それをどう乗り越えてきたんですか。いや、ただ続けてきただけですね、淡々と。はい、あ、諦めないで。そこでまずメンタルやられますよね、僕なんか。なんかなかなかこう、うん、そうですね、友達に言ってもなんかポンとこう蹴られるといかんですけど、拒否されるというか、うん、ですから、まあ、同じ時期に波動の仕事を始めた人かなりいたんですね。はい、一番多い時で70人ぐらいいたんですよ。ところが辞めていく人がむちゃくちゃ多くって、はい、もう1年以内に辞めていく人が相当いましたね。あ、で、まあ、最後残ったのが10人ぐらいですかね。結局それはこう経営というか、まあ、コツを教えてくださったんですけど、はい、それができなかったんでしょうか、それともその宗教絡みやなんやって言われるそういう抑圧に対して負けたんでしょうか、金銭的な経済的なところでうまくいかなかった、どんなことでもやめたんですかね。あの全部だと思いますよ。全部、うん、じゃあまずその波動のサロンを運営するためにちゃんと経営をしないといけないですよね。はい、現実世界における経営、はい、うん、そういうのやり方を知らない人が非常に多かったですね。うん、でもう一つはその波動の測定をするんですけども、その測定技術が今と比べるとまだまだ未熟でしたね。だからその測定技術の部分、それから経営の部分、うん、で世の中の風潮も全部原因ですね。まあ、今からこういろいろそういうスピリチュアルとかいろんなものを始められる方も多々いらっしゃると思うんですけども、はい、一番は 何から特化したら、この3つ今言ったような自分の技術であったり、社会性、社会は変えることはできないと思うんですけど、そういうんであったり、まあ、経済的なことであったり、どこから手をつけていったらいいですかね。まあ両いや もちろんですね、自分の技術を磨くってことはこれはもう大前提ですね。あ、うんうん、で、まあ、波動測定にしろ占いにしろですね、ヒーリングにしろ、自分自身がしっかりとお客様が満足していただけるような技術を身につけてなければダメです。はい、うん、でもいくら素晴らしい技術を身につけていても、集客できないとビジネスにならないんですね。
はい、だから現実の世界においてちゃんと集客できて、うん、でちゃんと料金設定をして、でお客様が自分が、動ける範囲内で一月に、まあ、例えば50人の方のヒーリングができるとすれば、50人見えられた時に必要経費を引いて、自分の給料がどれぐらい、もらえるかという、そういうところで料金設定をしておかないといけないですね。でその料金設定をしたら、その金額に見合う技術を自分が身につけてるかどうかということになりますから、そのあたりの両立ですよね、ちゃんとしてないと、まあ、安くすれば、ね、お客さんが来てくれるかもしれないというふうに思う人が多いんですけども、はい、まあ、安くしたらお客さん来てくれても経営が成り立たないんですね。趣味の世界になりますよね、はい、うん、まあ、趣味で良ければそれでいいんですけども、ちゃんとビジネスとして自分の生活費を稼いで、で続けていくのであれば、うん、そのあたりの料金設定をちゃんと行って、あでフルでそれで仕事してもね、結局それ以上の売り上げ作れないじゃないですか、はい、うん、自分一人でカウンセリングとかヒーリングをする仕事であれば、うん、そしたらそこに今度、伴って関連商品ですね、はい、そういったものがあれば、商品が売れれば売り上げが増えますから、はい、うん、そういう部分で売り上げを作るということも考えないといけないですし、うんうん、それも押し売りするんじゃなくって、お客様が欲しいって言って買ってくれるようなものですね、うん、そういったものを、まあ、用意しなければずっと同じ売り上げで、お客様が例えば来てくれたとしても、ずっと同じ売り上げでずっとその仕事をしないといけないとなると、うん、やっぱ苦しいんですよね。あ、やっぱりあれですね、まあ、今日ネットとかフェイスブックでも最近、何ですかね、こうタロット占いで3日間でもう先生になれますよとか、うん、アンチョコにこうできるようなこと書いてるじゃないですか、うん、はい、ありますね。ああいうのはそんなに3日やそこからできんですよね。ですからあれはスクールビジネスなんですね、はい、うん、教えてあげますよって言って生徒さんを集めて、はい、その授業料で売り上げを作る、そういうビジネスなんですよ。あ、うん、でスクールビジネスって一番ね儲かるんですよ。へ、だって仕入れ原価がないですから。はいはいはい、はい、情報の提供だけですからね。お、うん、で生徒さんが集まりやすいようなキャッチコピーにしてるわけですね。はい、うん、でも実際にね、そのスクールに参加して、やり方を教わって、うん、それでちゃんと食べていける人ってまずいないんでしょうね。あ、うん、まあ国家資格のね、新旧の学校とか、うん、あと柔道整復師の学校とかありますけども、はい、あの学校も国家資格なんですよ。はい、うん、で鍼灸師の、ね、免許とか柔道整復師の免許持ってても、それで自分の治療院開いて食べて生きてる人って少ないんですよ。へえ、だから学校が儲かってるんですね。ああ、いや最近そういう、まあ、セラピストであったり、その柔道なんとかであったり、はい、多いですよね、まあ、ね、その占いであったり、はい、もうそんな巷でもう、フェイスブック見てても、もうどん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 広告宣伝が多くて、はい、これでもかっていうぐらい、今、副業の時代だとか出てますけど、うん、ありますね、まあ、先生の感覚からすると、なかなかそれ、成功してる人いないんじゃないかなという。少ないですね。ああ、そうですか。はい、ありました。時間過ぎてしまいました。最後にちょっと
告知だけさせてください。はい。いいですかね、あと締めても。先生、他なんかメッセージありますか？うん、いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ、ちょっと告知だけさせてください。あら、ちょっと待ってください。うまくいってない。これ。共有化して、はい、共有化なったでしょうか。ですね、一応、ロアス村ではですね、カスタマー令和をお買い求めの方に対しまして、今、小上先生っていう方がいらっしゃる、地元にいらっしゃるんですけれども、その方はシーターヒーリングっていうのを、しています。あら？なってますよね。見えてますよね、皆さん。それで、通常は1時間、2万円ぐらいをしてですね、シーターヒーリングをしていただくんですけれども、今回は、カスタム令和を8月の31日までお買い求め、ロハス村からお買い求めいただいた方に対しましては、無料で、セッションを、できるようになりました。で、一応ですね、県外の方も Zoom でできますので、もしよかったらこの機会にカスタム令和をお買い求めください。また、カスタム令和もすでに当社からまたは他のところから買ってるよという方で、でもシーターヒーリングやってみたいなという方は、当社にお申し込みいただきますと、8月31日まででしたら、2万円のところ1万5000円で、Zoom セッションを受けれるように、準備をさせていただきました。またよろしくお願いいたします。はい、さらに引き続きまして、カスタマーの金ウォーターっていうのがプレゼントされるキャンペーンがございます。これにつきましては、電子清水機アレっていう、カスタマ令和で波動水を作るには最適の水ができるような、電子清水機アレっていうのがあるんです。で、これをお買い求めくださった方につきましては、この8月の19日までの期間中、金運のセラピーウォーターっていうのがつきますので、これもぜひご検討ください。ちょっと浜崎さん、補足でちょっとご説明をお願いします。はい、今、画像の方が金運ウォーターが出ているんですが、その隣の画像をクリックしていただくと、このようなアレイという機械があります。こちら、開発に関しまして、約70年ほどですね、歴史がありまして、アメリカ人 のマッカーサーが戦後、日本にやってきたときに、ご自身が飲んでいるウイスキーをですね、美味しくするような指示を出して、そこからいろいろな経緯があって、このような電子を水に注入して活性化させて、でその水を飲むといったような機械というのが今、こちらの方でも販売をさせていただいております。でこちらのお風呂に電子を注入してまろやかなお風呂にしたり、また植物とか野菜にかけたりすると美味しく育ってきたりとかですね、また人間がこれを飲むことによって活性化された電子が豊富なお水を飲むことによって弱アルカリ性のですね、体質を目指すといった、そのようなお水になります。昔のお水は電子が豊富なお水って言われてたんですけども、今のやはりお水はもう電子がほとんどないと言われておりますので、それをコンセントに挿してこの機械で積極的に電子を注入することによって活性化された良い水をですね、いろいろな生活に使っていけるというような、そういった商品であります。で今宇川様の方からもご紹介がありましたように、一番カズタマセラピーウォーターの中で一番のこの人気のあるこの金運 のウォーターにまた電子を注入して、さらにパワーアップしたお水をですね、ご提供するといったキャンペーンも行ってますので、ぜひご活用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それではちょっと停止してですね、はい、
あと、あのカスタマー令和をもうすでにお買い求めくださった方とかにつきましては、本物研究所さんの方で、まあ、そういったお客様サービスということで、いろんなカスタマーの、あの情報を知ることができるサイトを今作ってるんですよね。そうですね、あの今確認したところ、あの、そのようなあのサイトがあのはあの確認できましたので、あの、まあ、うかわさんの方にもあのメールの方にも送らせてもらったんですが、あの今チャットの方にですね、あのライブの方ではちょっと見れないと思うんですが、あの共有ファイルで見れますか、うん、ちょっと見れますかね、はい、どうですかね、はい、これはお買い求めくださった方はもうあの、自分のシリアルナンバーっていうのがあるんですかね、これ。そうです、あのカズサマ令和の裏面にあのシリアルナンバーがございますので、まあ、そのシリアルナンバーをあのこの会員サイトの方にアクセスしていただきますと、あのパスワードがあの、ちょっと僕これあの、はい、今日出ましたかね、はい、今出ましたね、あ、はい、はい、でこちらの方にあのお買い求められましたカズサマ令和のシリアルナンバーを入れていただきますと、この専用サイトの方をあのご覧になることができます。でこの会員サイトの方はね、今ちょっとあのこれから奥は見れないんですけども、さまざまなカズサマ令和に対するご質問ですとか、あのメンテナンスサポート全般をですね、あのさせていただくような内容になっておりますので、あのお持ちの方はぜひこちらの方もご活用いただければと思います。はい、シリアルナンバーっていうのはこの裏側の この番号ですかね。はい、そうです、はい、これを入力していただいて、ご自身の名前を登録していただいたら、さらにあのただ単にカズサマを買っただけではなくて、さらに使い方であったり、まあ、今日のようなお話であったり、いろんな、こと動画も見れたりするんですよね、うん、はい、ですからぜひね、使っていただいたらと思っております。まあ、本野健さん自身がこれあのいろんな情報をさらに持ってますので、もう2年販売されて2年でいろんなことが分かってきてますので、ただ買っただけじゃなくて、どん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 あのご利用いただいて、さらにいい人生をですね歩んでいただいたらと思っております。はい、今日は本当に皆さんどうもありがとうございました。あのライブということでですね、まあ、どうなるかなという、もう台本のない話だったんで、先生にはよく受け止めていただきまして、ありがとうございます。もう、はい、あらすじがなかったんで、僕はどんどん飛びまくって、ね、資料も飛びまくって大変だったと思うんですけれども、ありがとうございました。まあ、これにつきましてはね、また、一般の方も見られるようになっておりますので、また見ていただきまして、カズサマ令和の質問、がございましたら、ぜひ私の方に、メッセンジャーでください。また、ちゃんとしたご回答させていただきます。そういうことで、今日はこれで終わりたいと思います。吉野先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、はい、失礼します。さようなら。ということで Facebook ライブは終わります。